無傷の白星街道、現在12点であります。ザ・ファンクス、元 NWA 王者コンビ、ドリーファンクジュニア、テリーファンク登場であります。さあ、地上最悪コンビの山田さん、これはどっちですか？シークですね。そうですね、シークにテリーファンクが飛びかかる。そしてアブダル・ブッチャーにはドリーファンクが飛びかかる。まだゴングは鳴っておりません。まだゴングは鳴っておりません。さあ、優勝争いだ。優勝争いです。順天堂氏、勝った方が勝ち点14で、もちろん優勝、優勝賞金は1000万円です。思い切って突き刺す、狂気で突き刺す。シーク、シークが狂気で突き刺す。ダラダラと流れる血、右腕から流れる血、これはたまりません。開幕戦では額をギザギザに切られました。すごい流血、右腕を狙ってきましたよ、山田さん。そうです。今度は、あ、フォークだ。フォークです。フォークですね。フォークを刺してますね。フォークを刺しました。アブダラのピッチャーがフォークを持って力いっぱいテリーファンクの右腕に差し込みます。ものすごい流血、テリーファンク。スリルとサスペンス。今度はザ・シークだ。お客様が興奮してまいりました。物が投げ入れられます。そして狂気でえぐり抜きます。大変です。テリーファンクの右腕、ダラダラと流れる血、もうトランクス、それから右の膝あたりまで腕から流れ出た血がついています。激しく突き刺す、激しく突き刺す。今後の選手生命がありますよ、山田さん。そうですね、右腕ですから ね、あれは左手だったらパンチは震えませんね。そうですね。フォークが飛んだ。テキサスブロンコ、テキサス魂を発揮するテリーファンク。さあ、まだ勝負を挑むか。アドリーにつながらってはいけない。あっと、今つなぎました。さあ、兄貴のドリーファンクジュニア、やる気満々。襲いかかるチョップでいく。正面から激突する。ザ・シークにもチョップを打ちました。そして場外に放り投げる。アブダル・ブッチャーに逆水平エルボーバット。さあ、相手を探しています、ドリーファンクジュニア。おっと、テリーファンクを気遣ってますね。そうですね、キャンバスの下に落ちました。ひどい出血ですね、相当出血ですからね。相当ひどい出血ですね。あと、藤井選手あたりを呼びまして、どうやらドクターを呼べというような、そうですね、指示も見せましたがね、果たしてどうでしょうか。テリーファンクは完全にダウン。テリーファンクはリングの外でダウン。しかし注目すべきはリングの中です。2人がかりでドリーが捕まった。ドリーファンクが2人がかりに捕まりました。さあ、地上最悪コンビ、どういうファイトを展開してくるのか。エスカレートしますと何をしでかすか分かりません。テリーが行った、テリーが行った、テリーが左のパンチ、ストレート、もう一発ストレート、正面から額に当たりました。ストレート攻撃、サウスポーのテリーファンク、やりますね、山田さん。そうですね、これがね、本当にテキサスブロンコの魂、テキサスブロンコの魂、本当ですね、勇気があります。テリーファンク、第51代のチャンピオンです。やはり汚いチームに負けたらいかんですね。はい、なくしても勝ってほしいですね。そうですね、右手の包帯、さらに出血、血がにじみました。右手はもうだらっと下げたままですが、おっと、ドリーファンクジュニアがシークを場外に突き出した。さあ、今度は、あっと、危ない。アブダズブッチャーも負けておりません。カウンターの今度はチョップ戦法に行きました。しかし地上最悪コンビも頑張りますね。いやー、やっぱりね、とにかくダーティーな、ね、ファイトが多いですが強いです。そうですね、さあ、リングの外に降りたのはアブダラとブッチャー、テリーファンクとやり合うが、おっと、リング上も注目しなくてはなりません。あ、さあ、シークが行った、シークが行きました。シークの狂気、シークが再び狂気を取り出しました。リングの中です。あ、ドリーファンクジュニア喉に刺されます。あっと、ものすごい勢い、あ、ゴングが鳴った、ゴングが鳴った。レフリーが、ね、倒れてますね。レフリー倒れましたね。あと、ジョー・ヒグチが飛び出してきましたが、あ、今手を上げたのはまだはっきり分かりません。一瞬ドリーの手を上げたんですが、まだはっきり、あ、ちょ、今正式な、あーっと、シークピッチャーの反則負け。そうですね、そうですね、そういう風なアナウンスがゴーゴータの声援の中ですが、かすかに聞こえました。そうしますと、ザ・ファンクスが勝ち点2を拾いまして優勝です。アブダラとブッチャー、ザ・シーク敗れました。ドリーファンクジュニア、テリーファンク、ザ・ファンクス優勝です。14分40秒、死の構想に終止符が打たれました。しかし、まだまだやり合います、まだまだやり合います。優勝賞金の1000万円はファンク王国、ザ・ファンクス、ドリーファンクジュニア、それからテリーファンクの兄弟。しかし、ドリーファンクジュニアが興奮して、アブダラとブッチャーに逆進兵の連打、下位に連打、パンチを打ちます。テリーもエキサイト、ザ・シークの下位に狂気を出します。相手の狂気を取りました。
プロレスの中堅若手はもうリングの中に飛び込んでまいりまして混乱しています。山田さん、ちょっと収拾がつかなくなった。そうですね、ただザ・ファンクスもこんなと思ってないんじゃないですか。とうとう反則負けを取られました。唯一の負けです。アメリカのブッチャー、ジャッシー12点にとどまりました。無傷の白星街道を突破しての優勝でございます。温かい拍手が沸き起こりました。超満員の蔵前国技館。テリーファンクの表情からどうでしょうか。ブルーの瞳がちょっと目が細くなりました。あるいは泣いているのかもしれません。それとも痛みをこらえているんでしょうか。嬉しいでしょうね。テリーファンク、男のロマンをもういかんなく見せつけています。3枚は酔っています。